募集いたします梶山経済産業大臣おはようございます令和2年度の経済産業省関係予算案についてご説明を申し上げますはじめに新型コロナウイルス感染症については目下の最重要課題と認識しており国内の感染拡大防止に政府一丸となって取り組みます経済産業省としてはとりわけ影響を受けやすい 中小・小規模事業者の皆様をはじめ、事業者の現場の声にしっかりと耳を傾け、必要な対策を迅速に行ってまいります。足元の感染症への懸念のみならず、米中の派遣争い、ブレグジットなどの課題が日本を取り巻き、デジタル化への対応、少子高齢化等による人手不足、エネルギー制約、そして何よりも原子力災害からの福島復興など、乗り越えるべき課題が山積しております。 こうした課題に対処するために福島の復興再生、デジタル経済の進展への対応、自由で公平な通商・貿易、イノベーションを生み出す環境整備や人口減少時代に対応した地域・中小企業政策を進めます。また、エネルギー安全保障の強化、消費税率引き上げに伴う対応等を進めていきます。このため令和2年度経済産業省関係予算案は 一般会計3589億円、エネルギー対策特別会計7481億円、特許特別会計1649億円、合計1兆2719億円を計上しました、また復興庁計上の東日本大震災特別会計のうち273億円が経済産業省関連予算として計上されております。これに加え臨時特別の措置として 消費税率引き上げに伴う対象に伴う対策に2753億円、防災減災極度国土強靭化対策に340億円を計上しております。令和2年度予算案について、主要な柱に沿ってご説明いたします。第一の柱は福島の復興・再生です。安全かつ着実な廃炉・潜水対策と原子力災害からの福島の復興は、 経済産業省の最重要課題です廃炉汚染水対策については引き続き中長期ロードマップに基づき安全確保最優先リスク低減重視の姿勢を堅持しつつ地域社会とのコミュニケーションを一層強化しながら進めていきます今月二葉町大熊町富岡町において基幹困難区域とされてきた一部地域の避難指示を初めて解除しました また双葉町の避難指示解除準備区域も解除しましたこれによりすべての居住制限区域と避難指示解除準備区域が解除されました引き続き地元企業の事業再開や新たな事業展開を後押しするとともに福島イノベーションコースト構想を着実に実現していきながらロボットやドローン水槽をはじめとした先駆的な取り組みを行う地域社会を実現します 第2の柱はデジタル経済の進展への対応です令和の時代には AIIoT などのデジタル技術やデータがさらなる経済成長と社会課題の解決を可能にします 5G の活用などデジタル経済のさらなる進展を見据えデータ連携を通じた新たな産業やサービスの創出のために必要な共通技術士をアーキテクシアを設計する体制を創設しますまた ai 技術の 活用によるビジネスモデルの構築や AI ・ロボット・センシング自動走行技術等の開発・実証を推進しますさらにネット上で簡単に補助金申請ができるシステムの構築など官民のデジタル化を推進するとともに中小企業を含めたサイバーセキュリティの確保等を推進します第三の柱は自由で公平な通商貿易国際的な気候変動対策です米中の対立や 英国の EU からの離脱など日本を取り巻く世界の経済社会情勢は不確実性を増していますそのような中で自由で公平な通商貿易を進めるため経済協力関係の深化やインフラの海外展開を推進するとともに重要技術に関する情報収集や管理体制等を強化しますまた地球規模の課題である気候変動対策を途上国も含めて実効的な形で進めるには 環境と成長の好循環の実現が不可欠です。国際共同研究等を通じ、革新的環境イノベーション戦略に掲げた産業革命以来増加を続けてきた CO2 を減少へと転じさせるビヨンドゼロを可能とするイノベーションを実現します。第4の柱は新たな成長モデルの創出を支える基盤の整備です。大改革を実現する人づくりを進めるため、 分離融合型、課題解決型の教育や、AI 等を活用した教育を推進します。また、民間予防ビジネスの拡大によって、予防・進行抑制型の健康医療システムへの転換を進めます。そのため、事業化支援やヘルスケアデータの標準化等を進め、優れた民間予防、健康サービスの創出を促進します。 イノベーションを生み出す環境整備として、若手研究者を発掘、育成するとともに、J スタートアップ企業をはじめとしたスタートアップへの支援を実施します。また、AI チップの開発など、革新的な技術、基盤技術に関する研究開発を推進します。地域経済においては、素晴らしい技術を持った事業者が、後継者不在により廃業するケースが頻発しております。こうしたた事態に対応するため 事業引き継ぎ支援センターによるマッチング支援の強化などを進めますさらに後継者候補がいても個人保障が障害となり事業承継を断念するケースがあります個人保障の慣行は今の世代で断ち切るとの決意を持って事業承継時に個人保障を不要とする信用保証制度を新たに創設し専門家による確認を受けた場合に 保証料をを最大ままで軽減すするなど事業引き継ぎの促進円滑化を図ります中小小規模事業者が高齢化や人手不足、人口減少などの構造変化に加え、働き方改革や賃上げなどの制度変更を乗り越えて躍進できるよう、企業間のデータ共有を伴う設備投資など、複数企業の連携などにより生産性を向上させる取り組みを支援します。 また地域未来牽引企業等への研究開発や販路開拓を支援するとともに大阪・関西万博や地域コンテンツを通じたインバウンド拡大を推進します第5の柱は日本経済の土台となるエネルギー安全保障の強化です安全安定安価なエネルギー供給を実現しつつ パリ協定を踏まえた脱炭素化の取り組みを推進することが責任あるエネルギー政策に取り組む上で極めて重要です。徹底した省エネルギーと再生可能エネルギーの主力電源化に加え CO2 を燃料や原料として再利用するカーボンリサイクルや水素社会の実現に向け世界に先駆けた革新的技術の開発・普及を促進します。さらにに原子力については 安全最優先で再稼働を進めるとともに、人材、技術、産業基盤の維持、強化に取り組みます。また、資源、燃料の安定供給を確保するため、石油、天然ガス、金属鉱物の供給源多角化に向けたリスクマネー供給の強化や、メタンハイドレート等の海洋資源を含む国産資源開発を推進します。以上ご説明した事業に加え令和2年度 予算案においては次の臨時特別の措置を講じます令和元年10月1日消費税率は10%になりました経済産業省としては需要平準化のためキャッシュレスポイント還元事業を令和2年6月まで実施するとともにインバウンド観光などの新たな需要を取り込もうとする商店街の取り組みを支援します令和元年は8月末の九州豪雨 9月の台風15号及び10月の台風第19号と大規模な自然災害が立て続けに起きました。こうした災害への対応も踏まえ、防災、減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策に基づいたガソリンスタンドや製油所などにおける自家発電設備の導入などを進めます。 以上が令和2年度経済産業省関係予算案の概要でありますございます。委員閣員におかれましてはよろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。次に杉本公正取引委員会委員長から説明を聴取いたします。杉本公正